展望台からの眺め展望台区かロボコースター、プログラマブルロボティックアームレゴランドビルンは、1968年6月7日に開園され、デンマークの南デンマーク地域のビルンにある、世界初玩具会社、レゴのテーマパーク。世界で初めてできた、ブロック、レゴをテーマとしたテーマパークである。開園から5000万人以上の来客されている。 レゴランドビルンと表示されているが、海外ではレゴランドビルンリゾートと呼ばれることもある。あたりの雰囲気はあたかもレゴブロックで組み立てているような徹底ぶりで、アトラクションもレゴ風になっている。レゴランドにはレゴの街をイメージして作られたホテルがある。館内にはいろいろな場所にレゴで作られた作品が展示されていてレゴで遊べるスペースもある。宿泊料金には レゴランドの入場券も含まれていて、ホテル宿泊者用に、レゴランドへの専用ゲートがある。レゴランド・ビルーン公式サイト、レゴランド・ビルーン公式ホームページパークマップ、パークマップ PDF トップアドバイザーホテル、レゴランド・ビルーン。ありがとうございます。